こんにちは、速稼塾の久保でございます。YouTuber を目指す方の中には、なかなか再生時間がね、いかないとかね、再生数がいかないとか、チャンネル登録者数がいかないとか、こういうふうなお悩みを抱えてらっしゃる方がいると思うんですよ。その第一歩目として、再生回数がやっぱりね、5回、10回、20回、30回では、ちょっとなーって方がいらっしゃると思うんですよ。この再生回数を上げるためには、最も大事なのは、サムネイルになってきます。本当にね、サムネイルでもう勝負あったなんですよ。サムネイルが悪ければ、どんなに内容が良くったって、クリックされないんですよ。クリックされなければ話になりませんから、ある意味ね、こう釣りと言ってもいいぐらいのレベルでサムネイルを作り込んでいく必要があります。ただ本当に釣りのサムネイルを作っちゃうと二度と再生されなくなっちゃうんで、そういうのはねやっぱりやめた方がいいんですよ。瞬間的に再生数を呼び込むんではなくて、自分の動画を見せて、見ていただくためにサムネイルをしっかり作り込んで期待に応える必要があるんですよね。それで、今回サムネイルを作るためのポイント3点をお伝えしようかと思います。1つ目はですね、まずサムネイルがですね、価値が分かりやすいこと、要するにこの動画を見たらどんな悩みが解決できるのかってことがきちんと書いてあることなんですよね。例えば月収を3万円上げる3つのテクニックっていうのがあったらどうでしょうかね。クリックしやすいんじゃないかなと思いますね。でも収入を上げるためにとか副業で成功するためにって書いてあるとちょっとぼやっとしちゃうんですよね。副業ってもいろいろあるわけですよ。例えば深夜の牛丼屋に行くのか、それとも内職でクラウドソーシングみたいなことをするのかとかね、副業って言っても本当いろいろありますから、例えば転売が苦手な人が副業で稼ぐ方法っていうのを見たらどう思いますかってことなんですよ。クリックしてアフィリエイトが出たりとかね、 MLM が出たりしたら、ああ自分の求めてるものじゃなかったなっていうふうになっちゃうんですよね。だからきちんと回答をそこにサムネイルに書いておく必要があるんですよね。何の悩みを解決するのかってことを書いておく必要があるってことです。で2つ目はですね、やっぱりね、気になるタイトルとか気になる背景とかね、気になる画像にしなければなりません。ですんで自分がサムネイルに出る場合はこういうふうに演技をしてみたりとかね、こういうふうな形でこうやってびっくりしてみたりとかね、ついついクリックしちゃうなみたいな、ね、演技力がいるようになります。それから3つ目なんですけども、文字が見やすいことなんですよ。でよくあるんですけども、サムネイルに文字がピュッて入ってるんだけども弱々しくってちっちゃくって細文字で分かんないとか、背景に溶けちゃって分かんないとか、例えば背景がごちゃごちゃしてるとやっぱりね、黒一色とか白一色では溶けてしまうんですよね。そうならないように理想的なのは背景が真っ白で何もなくって黒文字でバシッとサムネイルを出すことなんですよ。これ目立ちますからね。で太文字でいくとか縁取りをするとかいろんな方法がありますけども、そういうことをねやっぱり活用していくといいと思います。でまとめなんですけども、やっぱりね、再生数の多い方とかチャンネル登録の多い方とか、いわゆる人気の YouTuber さんのサムネイルをきっちりと見ていくことなんですよ。それこそ100個200個300個ブワーッと見ていって、あこのサムネイル真似してみようかな、このサムネイルのデザインいいな、色いいな、バランスいいなっていうふうに思いついていかないといけないんですよ。これはいいサムネイルだなっていうふうに思えるセンスがまずないとアウトプットしていいサムネイルを作ることはできないんですよね。ですんでインプットを、極端な話ね、1000ぐらいインプットしてやっと1アウトプットできるかどうかっていうことなんですよ。最初はそうなるんですよ。で慣れてくると1のインプットから1000のアウトプットができるようになりますけども、これはかなり上級者になってからです。ですんでまずね、いいサムネイルをたくさん見て、そこに3つのポイント、これどんなメッセージがこのサムネイルに隠されているのか分かりやすいなと、どんなことを表現しているのか分かりやすいなっていうのが拾えるかどうかってね、それから気になるような画像になってるかどうかですよね。これついついクリックしたくなるなみたいなね、そんなね自分の心を捕まえるようなそんなサムネイルになってるかどうかっていうのを見ていくと、3つ目が文字が見やすいかどうかなんですよ。文字と画像のバランスで文字がパッとね見やすい、画像もさっと分かりやすいっていうようなね、そういう風な形になってるか、そういう風なデザインになってるかってことを見ていけばよろしいかと思います。ぜひね、YouTube をされてる方、サムネイルを作るときに今回お話した3点をね気をつけてやってみてください。必ず再生数があります。それでは以上です。